戦争とは、天使の位を受け継ぐことであり、先定の義をあるいは上位によって行われる。古くは、戦と書き、戦とは位につくことは、天使の位を意味する。これに続いて位についたことを内外に明らかにすることを即位という。日本においては、漢武天皇以前は即位と同義であった。第五十一代天皇である、平城天皇は、 即位に先立って、この戦争を行い、その後に即位式を行っている。これ以後、戦争と即位の区別がなされるようになったものと考える。戦争のみで、即位式が行われず、ごく短期間で廃位となった、中京天皇は、藩帝と呼ばれ、大乗天皇号も法御後の死後も送られず、法御から636年後の1870年、ようやく、中京の死後が送られた。 天皇が崩御した場合の戦争は、両安戦争、上位の時の戦争は受前戦争と称し、古くはその儀式に違いがあった。これは、上位の際、先帝が上位の戦名を出す、上位戦名宣誓、または譲る国のギガ戦争の最初の儀式として行われるためである。現在の皇室天板上は、上位及び受前戦争が制度化されておらず、戦争は、 戦争にかかる儀式を戦争の儀と言い,い、選定法御後直ちに行われる、検事当証継の儀及び新定が即位後初めて3、県の長を引権される、即位後長県の儀は、共に国事行為とされ、選定の両案が明けて行われる、ご体点へと続く。戦祖史行為を継承するには、3種の神儀を選定から、 受け継ぐことが必要とされる。三種の神儀は、八鷹神、八坂にまがたま、甘根村蜘蛛剣で構成されるが、そのうち八鷹神は祀られているかしこを含む、九中三殿を相続することによって受け継ぎ、八坂にまがたま、甘根村蜘蛛剣を受け継ぐ儀式が、剣士当承継の儀となる。行為そのものの証明は三種の神儀の、所持を持ってあげられるため、南北朝鮮順論においては、 人儀がないまま即位した北朝の正当性が否定される根拠の一つとなっている。現行の皇室典範は第四条天皇が報じたときは皇子が直ちに即位する。第二十四条皇位の継承があったときは即位の礼を行う。と定めている。ここに言う、即位は平城天皇から昭和天皇に称された戦争と同じ概念である。昭和天皇までの即位は 現行皇室天範の即位の礼にあたるものと解される。神社長関連などでは天皇を明人にも戦争を用いている。旧皇室天範では第十条に天皇法をするとき派行しすなわち戦争し訴訟の神儀を受けたまわり、くとあった。ありがとうございます。